皆さんこんばんは、翔です。今回の騒動で視聴者の皆様がお及び関係各社皆様が不安に思わせてしまい、大変申し訳ございません。並びに今回報告が1日遅れてしまったこと、大変申し訳ございません。本題に入る前にこちらの方を説明させていただきたいというふうに思います。まず、今回の騒動につきまして、皆様に説明するにあたり、テレステの運営事務局、YouTube を通して私と関わりのある企業の方々、友人などと話し、今後の方針などをまとめるため、皆様に報告が1日遅れてしまったこと、何卒ご了承ください。それでは、本題に入りたいと思います。4月2日、19時頃、私の知り合いがツイッター内で、私が第三者により今回のイベント局のプレイを頼み、ランキングにも取ったという画像のツイートがツイートされました。ここから実際私が体験した出来事です。4月2日0時頃、私はいつも通り友人たちと会話をしながらデレスと遊んでいました。ある友人が、今回のイベント局のマスタープラスの4編成があるんだったら遊ばせてくれないかと頼まれ、私自身興味があったことと、イベント期間が長いため自分自身でまた更新すればいいという考えでいたため、彼にプレイすることを自分は許可しました。結果彼は2位というスコアを出しました。今回他人にプレイさせることに関しましては、自分はゲーム機のカス、ゲーム機とゲームカセットをカスという感覚でいたため、今回の件を招き、いろいろな方々に不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ございませんでした。冒頭でもお話しさせていただいた通り、今回の件に関しましては対応策を通して、ゲームの運営事務局の方に、自分が昨日の朝8時頃に今回のハイスコアの消去申請をし、今朝8時頃運営の方から今対応中であるという返信が返ってきております。また今回の騒動以外で、私がフルコンを他の方に頼んでいたりだとか、イベントのポイントの代行だったりを、自分が知り合いだった方々から告発されておりますが、これらの全ては事実と異なるということを強く否定させていただきます。また、今回の騒動や先ほどの噂などが、すべて今まで仲良くさせていただいた知り合いの方々であったこと、また、事実と異なることを告発する真意は僕には分かりませんが、今後の対策としては、このようなことが起きないためにも、そして今後視聴者の皆様や様々な企業の関係者の方に不安要素になりかねないので、今日をもちまして関係を改めさせていただきたいというふうに思います。並びに、今後自分が Twitter や SNS 全般、動画などで交流していく際は、細心の注意を払い、動画活動を行っていきたいというふうに考えております。最後ですが、同じことの繰り返しになりますが、今回の騒動で皆様に、視聴者の皆さん、関係各社皆様にご迷惑をおかけしたこと、大変申し訳ございませんでした。若輩者で本当に未熟者である私ですが、今後とも何卒よろしくお願いします。